T360 は、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた軽トラックである。本校では、T360 の小型車登録版にあたる T500 についても記述する。1963年8月1日に発売された。日本初の DOHC エンジン搭載車であり、ホンダ初の4輪自動車でもある。当時のホンダの4輪開発担当責任者は、 中村義夫。また、本田総一郎が丸々一台関与した唯一の車でもある。当初ホンダは S360 や S500 といったスポーツカーの開発を進めていたが、専務の藤沢武夫が四輪車の需要は商用車の方が多いこと、まだオートバイの販売もしかないホンダ販売店で売るための車という点を考慮し、冬にバイクの代わりに売れるもの。 オートバイ店でも扱えるものとして、軽トラックの発売を進言したことから、T360 の開発は進められた。1962年の第9回全日本自動車ショーでは、S360 などと同時に展示されていた。外見は短いノーズを持つセミキャブオーバー風のレイアウトであるが、エンジンはフロントシート下に収められており、フレームは ハット断面を持つサイドフレームから構成された、はしご型で、フロントサスペンションは、ウィッシュボーンコイルスプリング形式、リアはコンベンショナルな、リジットアクスルリーフスプリング形式が採用されていた。エンジンは、S360 用に開発された、水冷直列4気筒エンジンが流用されたと、言われているがこれは誤りで、軽トラックの試作車 3X-120 の、 空冷直列4気筒エンジンが水冷化される段階で T360 と S360 が共用できるように設計されたものである。この水冷直列4気筒エンジンは中鉄製のスリーブ以外はオールアルミニウム合金製でわずか 360cc で 30PS、8500rpm と軽自動車エンジンが 20PS 程度に止まっていた当時としては 異例の高回転、高出力型となった。前期型は4気筒エンジンの各気筒個別に、景品性規制キャブレターを4連装備、あるいは三国工業製総動型キャブレターを2連装備したが、これは原型となったスポーツカー S360 そのままの手法であった。トラックのエンジンとしては、メンテナンスやコスト面で特策でなく、後期型は、 シングルキャブレター仕様となっている。サイドブレーキおよびシフトレバーはステアリングコラムの右側に配置されているが、これは助手席に子供が2名乗せられるようにとの配慮であった。前期型では発電機は当時実用化されたばかりの交流発電機が採用され、日立製作所や日本電装から供給を受けていた。このオルタネーターはプーリーに、 ラジエーター冷却用の強制空冷ファンが取り付けられており、12V250W の発電量を有していた。T360 のオルタネーターは S360 とも共通で後に S500 にも採用されていたが、T360 のみの特徴的な点として、オルタネーターの後部にインテークパイプが取り付けられ、その先のロシ式のエアクリーナーボックスを介して、 エンジンへと新機を供給していた。オルタネーターの回転子を延伸分離機として機能させることで、アンダーフロアエンジンレイアウトでもより正常な空気の取り入れが図れる野心的な設計であった。クランクベアリングにはバビットメタルを用いず、過去にホンダが手掛けたロードレーサーや RA271 の技術をそのまま転用した組み立て式クランクシャフトと、 ローラーベアリングの組み合わせを採用。ラジエーターは2つ取り付けられており、外気温度とエンジン水温により2系統を使い分けるという水温制御が用いられており、片方のラジエーターで温められた空気が運転席に直接取り入れられることで、カーヒーターの機能をも実装していた。しかし、これらの野心的ではあるが複雑な設計は、販売後ほどなくして複数回の設計変更を受ける。 こととなり、発電機は後期型では、オルタネーターとセルモーターが一体化したダイナモスターターに変更され、冷却ファンはクランクシャフト直結型となった。4年の販売期間で、シリンダーブロックの設計変更は9回、クランクシャフトの設計変更は6回にも及び、同じ T360 でありながら、エンジン番号がわずかに違うだけでも発注した部品が取り付けできなく、 なっってしまうほどであった。ロータスカーズを参考にした水冷機構は故障が多く、組み立て式のクランクシャフトと極細のニードルローラーベアリングは、組み立て指定工具にピンセットが用いられるという、同時期のホンダ製オートバイ用エンジンや S600、S800 用エンジンなどに精通した整備士であっても分解整備やオーバーホールに二の足を踏むほどの難物でもあった。 組み立て式クランクシャフトを選択した理由は、当時のホンダに一体式クランクシャフトを製造する、大型工作機械がなかったことによるクニクの策で、あるが、ニードルローラーベアリングの採用は極度の、高回転エンジンで市場を驚かせることに固執した、ホンダ総一郎の強い要望によるものであり、中村義雄本人は、必ずしも、ローラーベアリングが必要だとは思わなかったという。また、戦前、 三式戦闘機のハ40の設計、製造に携わり、戦時体制下におけるニッケルやクロムなどの重要資材の欠乏から、ニードルローラーベアリングをはじめとする、エンジン部品の製造品質の悪化に悩まされた苦い経験を持つ中村の執念から、T360 のエンジン資材には、当時の最高級品が惜しげもなく用いられたが、その結果エンジン1機の製造原価が、 車体の販売価格を上回るとすら噂されるほどのコスト上昇を招く結果を生んだ。中村は後年 T360 のエンジンをお化けエンジンと振り返ったが、実際に購入した顧客層の特殊性ゆえか、顧客からのクレームはなぜかなかったとも述べていた。後年この時期のメイドインジャパン製品の数々を取材した藤沢太郎は T360 を表して、 この軽トラは、初めから間違っていたと総括した。1966年10月、一部改良に伴い、10日機及び反射機等に関する放棄に対応するため、フロントフェンダーの左右側面に、小丸型のサイドターンシグナルランプが装備された。1967年11月、N364 と同一のクレーニ機等、再 HC エンジンを搭載したキャブオーバータイプの、 後継者 TN360 に道を譲り販売終了。T360 は4年間に10万892台製造を販売されたが、この4年間で国内他社の軽トラックの合計販売台数は154万3154台に上り T360 の市場占有率はわずか6%程度であった。 4代目アクティトラックが2021年4月27日を持って販売を終了。これにより T360 から続いてきたホンダの軽トラックの系譜は通算57年9ヶ月の歴史に幕を下ろし、ホンダは軽トラック市場から完全撤退した。オプション品として後輪を離体に置き換え搬送記者にするパーツが発売された。主に積雪地で 雪上用に使用するため、前輪用スキーとセットとなり、スノーラという商品名が与えられた。タイヤ交換の容量で、タイヤと交換できるという画期的なものだった。スノーラは、後継モデルである TN360 のものも発売された。そのさらに後継となるアクティには、1977年の発売当初に継承されたかどうかは不明だが、この間に、 道路網整備が進み不正地特化仕様のスノーラはかえって不便になったこと、そして1980年にライバルの富士重工業がサンバー 4WD を発売し不正地対応車両としては取り扱いがはるかに勘弁なことから発売されていないかされていたとしてもすぐに絶版となったと思われる。あと、1994年に半創機車アクティクローラを発売しているが、 こちらは完全にクローラ仕様のサスペンションで、離体を外して高速走行することも可能だが、スノーラのように乾燥はできず、さらに四輪仕様に変更することもできない。1964年9月に登場した T360 の荷台を延長したモデルである。S500 用をもとに、商用車用に最適化した水冷直列4気筒 DOHC エンジンを搭載しており、 最高出力は 38PS、7500rpm で、当時の企画では、軽ではなく小型登録車扱いだった。ホンダ四輪、発売50周年ムービー、ホンダ四輪への挑戦から、YouTube、2013年8月8日配信当時、競合他社の軽自動車は、2ストロークエンジンが主流で、最高出力は 20PS 程度であった。 その後馬力競争が始まり、1970年代には 40PS に迫るモデルも登場した。T360、画像で見る、試作から量産初期までのエンジンヘッドの変遷から3つま、事項ブログハット AB、自動車部品、日立評論1964年1月号、ハット T360 の、吸気システム3つま事項ブログハット、 ホンダ S360 の輸出の件と T360 の吸気システムから3つま事項ブログハット T360 の説明ホンダ T360 行動復帰楽天ブログ説明その3ホンダ T360 行動復帰楽天ブログ当時のカタログただしこのサイトでは T360 だけと書かれているが明確に誤りであるありがとうございます